鳩山総理の決断について閣僚の反応です。マニフェストに書いてあることと異なることであるというふうに考えておりまして、国民の皆様方期待をされておられた方には申し訳ないと。民主党の問題だろう。私のはお前から言ってるんだね。特定財源をなくすんであればね、暫定、そのための暫定税率は外すのが筋だということを言ってきているわけですから。